どうもモコと申します。今回はですね、秋葉原の某カードショップにて店員さんが爆売れでしたと言っていた、ポケモンカードの福袋を開封します。まああくまで店員さんがね、あの俺が買いに行った1月1日の結構早い段階に行ったんだけど、もうこれラストですよって、結構売れてましてみたいな話、お客さんだけですみたいな話をしてくれたんで、今回この3000の福袋、はい、もうこれラスト1だったらしいと、1000円、これ全部1000円です。1000円かける5なので、まあ8000円かな、うん、計8000円の福袋これで、まあでもね、マリーの SR なんか1枚でも入ってたらもうその時点でもう一気に回収だからね。なので開けていきましょうか。どうする、まずこの3000円からいくかな。これでどうしよう、中身がなんか変なスタードデッキのなんか寄せ集めだった。うわー、ほんとかこれ、おい、ほんとか、ほんと店員さん、これほんとに、おい、三文時代のお前パックやないかこれ。三文時代のこれ、まだまあレギュー落ちしてないか、ギリ。この辺新しい方やから。三文時代のやつやんけ。まあちょっとこれ後で開けましょう。いや、もしかしたらこの中に。お、ちょっと待って。え？あれ？これ別だよね？これなんか入ってた。え、これ開ける？ちょっと待って、この前にさ、これ開けないでさ、出しちゃおっか。一個、結構、良さげな、お、ガブリアスのスリーブだ。あ、これは個人的に嬉しいね。ガブリアスのスリーブ。しかも、あの、あれじゃない、なんか前、あの、レックーザかなんかの、あのスマホケースとか、スリーブとか書いてた人と、多分同じあの画家さんじゃないかな。こういうなんか、墨絵っぽいやつのポケモンシリーズ好きなんですよ。いや、これ全部開けます？アーゴヨン&アクジキングがなんか、トップ飾ってるやつやねんけど、これ、なんかブロンズカードの寄せ集めとかやろこれ。いやー、ただこの中にさ、もうほんとノーマルレアみたいなさ、全然その光ってないけど実はクソレアですみたいなカードあったりするからな。はい、こんな感じです。アロキュー、いやー、ちょっとこれもう見た感じ、あー、エネルギーカードはまあ嬉しいか。うん、はいはいはい、デンジ、これどう？これ普通のやんな、多分な。寄付しようかな、俺。ただ、カードの状態は全部いいわ、これ。ちょっと見て、この古い絵柄の草エネルギー。はい。古い絵柄の草エネルギーぐらい。ちょっと辛口めにこれは言わせてもらいます。この紙束は、うん、正直、微妙ちゃう？どうなの？わかんないですね。その今のポケカの相場がわからんけど、ただ俺がパッと見た感じじゃそんなにこれは良くないかな。これ気になるんだ、これ開けてみようか。お、実はこれなんじゃん本編。いきます。トゲキス V、 どうこれ。トゲキス V、 ちょっと調べてみていい？600円でした。600円、あー、ちょっとしょっぱいかな。まあまあまあ、まあ、3000円やしな。こういうスリーブがね、本当にメルカリとかで買うと1200円とかする場合もあるからな。まあじゃあせっかくだったらこれも開けようか、まあ、この中からもうね、とてつもないレアなんでたらもうそれで回収やから、頼むぞ。おいおい、全部外れ、頼むぞ。リザードのあのあれの声、リザードの SR 声、リザードの SR 来おへんぞ。頼むぞ。悪事キング入っとった、悪事キング福袋でしたね今回は。これ、あー、外れ、まあ外れっていうのもちょっとかわいそうだけどな。ちょっとまあちょっとしょっぱかったですかね。まあでも多分こっちで俺元取るんで、これ1個1000円やった、1個1000円のが ×5、 こっちの方が値段としては高い。じゃあまず1個1個開けていきましょうか。いきます。あ、2枚入ってるカード、おおおー、すごい、カラマネロ V とテッカグヤのレア版、カラマネロ V、
どうです、価値としては、カードのバリューとしてはさ、その縁か悪いんか分からんねんけど。じゃあ次いきます。よいしょ、これやばいかも。えっ、あっこれいいんじゃん、これストリンダー V、 あとなんかサザンドラだ、サザンドラかっけえな。ストリンダー V の色違いのめちゃめちゃ光ってるやつ来ました。これは割と値段としてはそこそこいくんじゃない。じゃあよいしょ、あっこれ SRK や、トレーナーズの声全然違った。いや違う、ホミカ、ええホミカってこれ、ちょっと待って、ホミカ SR ってそこそこするんじゃなかったか、ちょっと調べていい。カードラッシュのサイトによると2100円や。これ元取れてるわ、これ倍や、当たり入ってるやん普通に。あええやん、ホミカの SR 来ました。こういうさ、ポケガンの SR ってさ、その例えばカードテキスト自体は強くなくても、そのイラストアドで値段上がってる。なんか最近あるいは昔のリーリー SR なんかもう、もう前より早くなってる、高くなってるし、俺なんか3万かなんかの時代に1枚買ってんけど、今もう10万とかするらしいで。いきます。えいいぞこれ、アンズ、アンズっておい、これあ3万9か、アンズもちょっと調べていい、アンズ調べてやろう、アンズなんぼやこれ、アンズ SR、 いやこれも多分2000円はするんちゃうか、普通にしそうやけど、アンズ、アンズ SR480 円、誰も使ってへん、誰も使ってない、そしてシンプルに不人気、アンズが。これラストいきます、ホミカだけか、じゃあ俺が来い、はっ、なにこれ、うわぁ、キューコン V、 なんか大した値段はしなそうですね。ちゅうことで、ちょっとこれ内容的にはそこまでグオーってなるようなもんじゃなかったけど、まあでも開けんのは楽しいな、やっぱポケカ系の福袋って。はい、ということで今回こんな感じでした。うん、こんな、今回こんな、こんな感じです。はい、以上でした。